ますしい今、です、ね、3月9日の深夜です、もうまあ時間的には3月10日の、ね、1時とかなんですけども、はいえっ、ー、と仕事終わってですねあのご飯食べてあの昼寝をしてたらですねま昼、あ、寝っていうかもう夕寝なんですけども、<laughs> えすごいニュースがね入ってきて飛び起きました、はい、ちょっとネットの記事なんですけど、読み上げますね、はい札幌初出店アナログレコード専門店フェイスレコーズが札幌ステラプレイス3月31日金曜日にオープン。お これはね寝てる場合じゃなかった本当に <laughs> 今ねあの急いで動画回してますこれもうちょっと聞いて読み上げますねはい中古アナログレコード専門店フェイスレコーズを展開する FTF 株式会社は国内4店舗目となるフェイスレコーズ札幌ステラプレイス以下札幌店を2023年3月31日金曜日札幌ステラプレイスにオープンしますいやーすごいなおな鳴っちゃった今 <laughs> はい新店舗は開放感をテーマにしてデザイン、えー、と扉や壁がなくどこからも入れる仕様となっているので商業施設にフラッと立ち寄った方は気軽にレコードを手に取り楽しむことができます東京都以外の店舗出店は今回が初 FTF はい「はミュージックゴーラウンド音楽は巡る」を企業シーンとしており今後も地方への出店を拡大させていく予定ですはいびっくりですねこれねあの札幌進みじゃない方はねステラプレスって言われても ってなると思うんですけども札幌民としてはのとてもねあの馴染みのある商業施設なんですよねあの札幌駅あの北海道で一番大きい駅ですね札幌駅に直結している商業施設があるんですステラプレイスっていうんですけどねまあ1階から7階までですねいろんな、まあ、あのお店とかごはん屋さんもあるしあのお店屋さんもいっぱい服屋さんとかに、ね、入ってるところで,でその4階ってですね確かに結構ね広いところなんですよねあのいろんなねお店とかも入ってるところで結構ねお店の入れ替わりも激しいところではあるんですけども そこについにレコード屋ができんのかしかも中古ってねこれはちょっとねだいいぶででかいニュースですよねあのそのステラプレイスにはですね一応あれか HMV とかも入ってるんですけどもまあ新品のレコードがたまにちょっとあるかなってぐらいで基本 CD がメインのとこなんですよね。 なんでそんなところにですね中古のこれができるっていうのはすごいことだなと思いますねはい。札幌に中古のレコード屋さんはまあたくさんあります僕もねいつもいろいろ言ってるんですけどもこういう大手の会社がねついに出すっていうのは初めてですからちょっとね感激ですよね 僕いつも動画でディスクユニオン札幌店お待ちしてますとか言ってるんですけどもその前にねフェイスレコーーさんがついにできてしまいましたねでさっき記事も読み上げた通りなんですけども壁とか扉がないんですねあのステラプレスって結構そんな感じなんですよこうもう全部バーっと広くてですね誰でもフーフーって入れるような感じのところが多くてですねなんか DJ ブースとかもこうあるしなんかすごい音響とかもいいらしいんですよねうわこれ本当に楽しみですねオープニングイベントなるものもどうやら あるらしくてですねあの DJ の方がいろいろ音楽回したりっていうのがあるみたいですねうん、うん、いやこれすごいなで営業時間はあのステラプレイスのあの時間に合わせるみたいですね10時から21時っていう感じですねはいまだ情報はこれだけなんですけどもまあもうこれだけでも十分ね湧き上がるニュースなんですよねこのフェイスレコードさんはねさっきも読み上げたんですけど今後もね地方にどんどん出店していきますっていうのを書いてますねいやこれはとっても嬉しいですね地方民としてはねやっぱりこういう大手が出てきてくれるのはとてもありがたいんですよね 3月31日なのでまああとまだ3週間ぐらいありますね是非オープンしたらですねあのこれは僕も行っていこうよと思ってます撮影とかさせてくれるかなどうかな はい。という感じで結構ちょっと雑多な動画ですいません。あの、急いで動画回そうと思って撮っちゃいました。あの、完全にはパジャマです。はい。すいません。いやー、ほんとね、こういう大手ができるのはすごいですね。そしてやっぱレコードのね、ブームがやっぱどんどん来てるんだなーっていうのを感じますね、これね。こういうのはね、ついに来るとね、やっぱまたさらにね、レコード聴いていく方が増えていきそうですね。レコード人口がね、増えていくのってもう嬉しい限りでございます。はい。お店楽しみにしていてください。僕もちょっと行ってこようと思ってますので、動画あげれたらいいなと思いますので。はい。 以上、ちょっとざっくりとした、ね、ニュース動画でした。<laughs> ありがとうございました。